アレン・クレインはアメリカ合衆国の実業家。ビートルズ、ローリングストーンズ、新 c r などのマネージメントをしたことでよく知られた。名前はアレン・クラインとも表記する。ニュージャージー州ニューアークで肉屋を営んでいたハンガリーのブダペスト出身のユダヤ系移民の家庭に生まれる。母親とは一歳になる前に死別した。10代の頃には 夜間学校に通いながら様々な仕事に就いた。クレインは安山に優れ、1956年にニュージャージー州イーストオレンジにあるウプサラ大学を卒業。数人の小ビジネスに関わる人々のための簿記とレコード会社の監査を担当した。翌1957年には妻のベティと共に自身のビジネスを起業した。 1965年にローリングストーンズの共同マネージャーとなるが、経済学に長じていたミック・ジャガーに嫌われて解雇される。1967年、カメオ・マイナスパークウェイレコードというレコード会社を買収してアブコレコードと改名。1969年にはビートルズと契約を結ぶが、クレインの悪い評判をミックから聞いていたポール・マッカートニーだけは契約しなかった。 クレインは巧妙にも契約書に自分の名前を載せなかったことが後に問題となる。アップルコアの改革に乗り出したクレインは、不採算部門の整理、著作権量のアップなどで功績を上げるが、その強引なやり方からアップルコア内で圧力が生じ、ピーター・アッシャーはジェームス・テイラーと共にアップルを去る。さらに、ビートルズ解散にあたって、ポールが上記の理由により、 メンバー3人を訴える事態にまで発展する。解散後もポールを除く3人との関係は続いたが、その後発覚した不正経理などの問題から、訴訟合戦に発展し、1977年にアップルコアがクレインに420万ドルを払って、ようやく関係を清算した。ジョージ・ハリスンはマイスウィート・ロードの裁判で、クレインに裏切られたことから彼とは絶縁した。 クレインは2009年7月4日、ニューヨークでアルツハイマー病のため死去をした。アブコレコードは彼の息子のジョディが継いだ。ありがとうございます。